服部拓り郎、服部拓う、郎、服部拓た郎、1901年、明治34年1月2日から1960年、昭和35年4月30日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大佐。山形県出身。陸士34期、陸大42期、優等。陸軍士官学校34期を卒業。同期に、 秩父の宮用人志新西浦進、堀場和夫、赤松貞夫、西田三次、三好達次などがいる。拓志郎は、同期の西野浦、堀場と共に、三十四期の三馬ガラスと称されるほどの、春秋であった。陸軍大学校四十二期を卒業。卒業後、しばらくは参謀本部に勤務したが、百三十四年。 昭和9年から1935年、昭和10年フランス留学、1936年、昭和11年には、エチオピア戦争を観戦するなど海外畑をいた。帰国後の1939年、昭和14年5月に発生したノモンハン事件では、関東軍作戦主任参謀として、 作戦の積極拡大を作戦参謀の辻正信と共に主張したが、ソ連軍の大規模攻勢によって、日本軍は大打撃を被った。停戦後、関東軍の上田健吉軍司令官、磯谷蓮介参謀長らは現役を退くことになった一方、作戦の拡大を主張した託四郎は、陸軍不評学校府、辻は、第11軍司令部付という軽い処分で済んだのみなら、 1940年、昭和15年10月には、参謀本部作戦課に、作戦班長として営店し、翌1941年、昭和16年7月には、作戦課長に就任した。また同月には、辻正信も、参謀本部作戦課兵団班長に任命された。この時、拓志郎の上司にあたる、参謀本部作戦部長は、田中新一だった。 タクシロウの前に作戦課長を務めていた、土井明夫大佐は、辻の呼び戻しを要求する当時作戦班長であった、タクシロウと対立し、左遷されたとされている。海戦時の陸軍の作戦は、多くが辻、服部、田中のラインで形成されることになった、辻正信の交参賞。1942年、昭和17年8月に始まった。 ガダルカナル島の戦いにおいては、現地を視察した際、補給路が確立されつつあり、この点について、問題なしと虚偽の報告をした。結果、陸軍は3万人以上の部隊を投入したが、撤退できたのはわずかに1万人足らずであった。この時の約2万人の損害のうちの1万5千人は、ガシと占病し、事実上のガシだったと推定されている。 同年12月からは、陸上秘書官を、東条秀樹の下で務めたが、翌年10月には再び作戦課長に復帰し、大陸脱作戦の立案を主導した。終戦後は、参謀本部時代の経験と知識を買われ、第一副委員長史実調査部長、後に資料整理部長となった。その後公職追放。GHQ 参謀第二部部長、 チャールズ・ウィロビーの下で、マッカーサーによる太平洋戦争の戦士編纂に協力した。戦士編纂業務が一段落した1948年末、ウィロビーは戦士調査部を中心に、裏の業務として日本再軍備の研究を託し、再軍備研究のためのハットリ機関が発足した。ハットリ機関はハットリを中心に西浦進む堀場和夫、 妹熊男、水町勝サ城、稲葉正夫、田中金五郎、原四郎など、主に参謀本部や陸軍省の要職についた経験のある大佐級、中佐級の人材で構成されていた。後に創設される警察予備隊の幕僚長には、ハットリカ級内務官僚のどちらを任命するのかで、GHQ や日本政府の意見が分かれた。 ウィロビーら G2 がハットリを押したのに対して、民政局、GS 長のコートニー・ホイットニー准将や首相、吉田茂、吉田に進言した、辰巳英一元中将などが反対し、ハットリの幕僚長就任は実現しなかった。ハットリら陸軍将校が執筆した全4巻からなる、応答は戦争前史が1953年に出版された。 この選手は1966年から順次、刊行された選手総書まで、巡公式な選手として扱われ数カ国語にも翻訳されてる。1952年、昭和27年10月31日付の CIA 文書によると、小玉義夫の支援を受けた、ハットリラ旧陸軍将校は、自由党の吉田首相が公職から追放された者や国水主義者らに、 敵対的な姿勢をとっているとし、同首相を暗殺して、民主党の鳩山一郎を首相に据える計画を立てていた。辻が今はクーデターを起こす時ではないと、タクシローらを説得し、タクシローらは、クーデターは思いとどまったものの、政府交換の暗殺を検討していたとしている。鳩山政権下では、国防会議参事官への起用が検討されたが、 与野党ともに反発が強く断念に追い込まれた。評論家の保坂正康は責任ある立場にあって最も無責任だったとして辻と共に昭和の愚章の筆頭として挙げている。その一方、G2 のウィロビーはハットリの作戦立案能力を高く評価していたゆう。ハットリ自身の自衛隊への入隊は叶わなかったが、ハットリ機関出身者は自衛隊に幹部として 入隊しており、妹熊男、陸将は、陸上自衛隊幹部学校長に、原四郎、一等空佐は、航空爆料幹部調査部調査課に、水町勝る城、空将は、北部航空方面隊司令官に、田中浩二、空将は、航空爆料副長に、田中金五郎、陸将は、東部方面総監に、山口二十三、空将補は、 航空爆料幹部防衛部長に就任している。他、稲葉正夫は防衛庁に入庁し、戦士室編参官として勤務した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。